今日もよく入っています。両チームの外野スタンド、そして内野もほぼいっぱいです。まだ両チームに点が入っていません。西武ドーム5回に入りました。牧田の5イニングス目、お互い塁上はにぎわすんですけどね、はい、お互いのピッチャーが今シーズンを象徴するようならしいピッチング、ね、ランナーを出してから粘り強いですよね。もう1本が出ないという感じです。5回は鈴木大地から、今日は試合前の自身の持ち時間のフリーバッティングを終えてからライトに打球が向かって、ライトバック、ライトバック、ライトバックは向こう向き、ホームランです。鈴木大地にホームラン出ました。ガッツポーズです。今ゆっくり三塁回ってきました。先制点はマリンズです。いや今日試合前にその持ち時間のフリーバッティング終わってから、さらに立花バッティングコーチとずっと時間をかけてフォームの確認をしていましたが、いやここで一発出ました。そうですね、まあ、本人も嬉しいですよ、立花、バッティングコーチも嬉しいでしょうね、いやこのまあホームランバッターではね、これパンチ力ありますけども、はい、この鈴木大地の一発でゲームが動いたという。そうですね、ここから動くとはね、なかなか塁にね、もちろん出ることは、十分ありますけど、一振りで1点入れましたね、これね。1対0、牧田がホームランを打たれました。里崎です。ではその一旦ブルシブルに下がっていったその時の動きから、これもう一度ホームラン見ましょう。シンカーが、ね、内側に入ってしまいましたよね、はい、ある程度引っ張りやすいところには行ってしまいましたよね、